はい、こんにちは、ゆきよです。今回はこちらのおもちゃを見ていきます。こちらは韓国のおもちゃトボット V シリーズのソニックステルスですね。はい、こちらにあるマスター V と合体できる最後の一人となります。では、箱のね全体を見ていきましょう。まず正面はウィンドウになっていて中が見えるようになっております。そして、サイドですね。後ろは CG イラスト、両形態が載ってますね。サイド、そして天面、底、パッケージの大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。さあ、ではもう早速開けていきましょう。はい、まずは内容物ですが、今回もシンプルですね。まずはソニックステルス本体、そして、こちらにねウイングのようなものがついております。それ以外のものは特に武器とかもないですね。さあ、そしてもうこちらはおなじみになりましたね、シール帳がついております。これは同じものですね。そして、こちらのシールはねソニックステルス専用のシールとなっております。このシールをね、こちらに貼るようになっております。全部のね商品を集めると1枚の絵が完成するようになってますね。そしてそれ以外にもこちらのね活躍シーンの、シールが2枚ついております。説明書はこんな感じです。裏面はマスター V への合体方法が載ってます。はい、箱から取り出したらまずは、頭部の後ろのスリットにですねウィングをそれぞれ取り付けます。ウィングは、軟質部品でできてますね。折れる心配はなさそうなんですけど、ちょっと取れやすいかなっていう感じはありますね。まあ破損防仕様なんでしょうけど、ちょっとね取れやすい気はします。もうちょっと渋みを、後で足そうかなと思います。はい、ではソニックステルス一周見ていきましょう。ロボットモードです。全体はこのようになっております。まさに細身のねスピード系ロボットって感じがします。はい、こんな感じですね。では近くで見ていきましょう。足がねむちゃくちゃ細いですね。このようになっております。横から見るとね、結構奥行きがありますね。前から見ると細いんですけど、設置に関してはね全然問題ないですね。そしてそのまま、腰までストーンと足が伸びてますね。この辺も特徴的です。そして、腕回りの特徴的なところはこのベコンとへこんだところですね。これがねちょっと筋肉っぽい、ニュアンスになってますね。そしてね全体のシルエットを見た感じではね細身な忍者のような印象があるんですけどね、頭部を見るとねバイザーがついていて忍者っぽくはないんですね。頭部は、パイロットのようなそんな雰囲気が出ております。顔のアップはこんな感じ。はい、可動を見ていきます。ソニックステルスは首が動きますね。これはかなりねポーズの自由度が上がりますね。そして肩1回転、横はこれぐらいですね。肩はこれぐらいで、そしてここも変形の恩恵で上がります。ちょっとね横に伸ばすと違和感はあるかな。そして、ロールがあります。ロールがあって肘は90度ですね。そして、拳も内側へ畳むことができます。回転とかないですね。そして、腰も回転があります。これは変形の恩恵ですけど腰も回るっていうのはすごいね。そして足、股関節の付け根でめちゃくちゃ上がりますね。はい、ここまで上がります。ここまで上がらんでええやろっていうぐらい上がりますね。そして、開脚もね変形の恩恵で、真横まで上がるんですけどね、ちょっとおかしな感じになりますね。まあ、これはこれでねなんか中間形態みたいなそんなニュアンスは出てますね。そして足にはロール軸はなし。膝は90度ってところですね。そしてつま先も、変形の恩恵で収納はできますが、可動はなしです。ポーズをつけるとこんな感じです。
はい、召喚組3体の大きさ比較はこんな感じです。普通のやつ、細いやつ、そして太いやつとね、いかにもな3体が揃ってますね。めっちゃバランスがいいですね。ペットボトルと比べるとこれぐらいです。さあ、それではビークルモードに変形させていきましょう。まずは頭部を回転させて後ろ向きにします。そして、拳を収納して腕を上に上げます。こういう風にね、上げていきます。そして、肩を下に下ろしてこういう感じですね。反対側も拳を畳んで腕を上に上げます。そして肩を下に下ろします。さあ、そしたら腰を反転させて、そして足を横に開きます。そしてつま先を収納して、そして、ボディを閉じるんですけどね、ここに、ロックがあります。さらにね、ここにもロックがあって、こちらでロックします。腰を縮めてロック、4箇所ですね、4箇所ロック、こちらすでにはまってますね。さあ、そしたら反対側、後ろ背中側ですね、コクピット部分を前に持ってきてロック、最後にランディングギアを展開、1箇所、そして2箇所、3箇所。はい、それではソニックステルス1周見ていきましょう。全体はこんな感じになっております。合わせ目がね、目立たないのがなかなかいいですね。上から、そして下から、上から見た時にね、ちょっと上半身の背中側に当たるところのネジ穴が結構、目立ちますが、まあこういうデザインと思えばね、特に問題はないでしょう。そして、驚愕すべきはこの薄さですね。もともと細身のロボだったんですけど、ステルス形態になってもね、薄さは保たれております。変形手順がね、結構簡単だった割にはステルスとしてね、バッチリ形状が決まっております。そして塗装も結構凝ってますね。ここに赤のラインが見えてたりね、この赤の部分は全部塗装なんですけど、それ以外にこのようにね、担保印刷で白のラインが塗られております。ここもガンメタで塗られてますね。コクピットの黒も塗装です。ちょっとこの辺にね、塗装はみ出した跡がありますね。全体的にね、塗りが丁寧ですね。そして塗装箇所も多い。かっこいいね。ステルスとして見てもかっこいい。そして、召喚組3体ビークルモードで比べるとこんな感じです。大きさ比較がね、ちょっと難しいというのを、長い、高い、そして横幅っていう風にね、伸びてる方向が違うんでね、これ比較難しいですね。斜めに見た方が一番わかりやすいかな。はい、こんな感じですね。こんな感じです。パワートレインと比べるとこんな感じですね。立体的に見ないとね、大きさ比較が難しい。でね、ロボットモードの身長でね、合わせて設計されてるようなので、こうやってね、並べるとね、ちょっと小さいかなっていう印象はありますね。マスター V に合体する6体を並べると、こんな感じになります。さあ、それではね、まずは、劇中には登場しなかったんですけどね、3体合体マスター V とソニックステルスの合体をしてみようと思います。まあ、劇中で登場しなかった理由というのは CG の都合ですね。ソニックステルスが出てきた時にはね、もうマスター V は5体合体してたので、6体目として出てきたわけですから、この形態は劇中では出ておりませんが、はい、背中にステルスが合体した状態で、そして尾翼ですね、尾翼を取り外して頭部のね、横の穴のところにこの尾翼をはめ込みます。反対側もはめ込み、
うん、やっぱりねこの状態ですでに目立ちませんね、後ろから見ないとくっついているのがわからない状態ですね。あーやっぱりね小さいね、うん、もっと大きくしてほしかったねこれ。はい、こんな状態です。はい、というわけで6体合体のマスター V はこんな感じになります。ちなみにですね、肩のスピードをこう斜めに浮かせてるのは僕が勝手にやってるだけです。公式ではねこれちゃんと下まで降りて横についている感じですね。まあその辺はね好みでやってくれたらいいんじゃないかと思います。僕は、個人的な好みでこういう風にしております。はい、では一瞬見ていきましょう。うん、後ろから見るとねやっぱりこのソニックス、ステルスの存在感が際立ってますね。オシムラクは前から見た時に見えないことですよね。うん、この角度ならなんとか見えるかな。やっぱりそれを考えるとねソニックステルスはねもうちょっとでかい方が良かったかな。例えば縮小前のねあのスピードとかモンスターとかロケットとかねあれぐらいの大きさがあればねもうちょっとこう羽がドンと横までね出てかなり主張が際立ってたと思うんですけど、うん、この大きさではねちょっとやっぱり目立たないですね。そうそう、このシールブックにね出てきてるこのイラストのねこれぐらいでかかったらねもうすっげーかっこよかったんですけどね、ハッタリも効いててね、うんだいぶ違いますね。いや確かにソニックステルスは目立たないんですけどこの状態でもやっぱりかっこいいですね。頭部もね、サイドにウイングがついたおかげでパワーアップした感がやっぱり出てていいですね。 V の字が延長されております。でちょっとね惜しいなと思うのは、この時ですね。時はせっかく外れる仕様になってるんですがなんかパーツがついたりねもしくは新規アイテムで、召喚のね3人組の衣装を取り入れたね新しいボディーパーツになればね胸も変わってパワーアップした感じが出ててよかったんですけどね、今回トキはねそのままで変更がないので胸周りがね全く変更がないっていうのがちょっとパワーアップ感に欠ける部分はありますね。ちなみに逆向きでははまらないですね、うん、逆向きにくっつけることはできないですね。うん、この大きさならねなんとか胸につく合体方法がねあってもよかったんじゃないかという気もしますね。はい、トランスプレーでね腰アーマーのようにしてみました。腰周りがねパワーアップしたように見えてもうこれもなかなかいいんじゃないでしょうか。でもね後ろから見るとなんかね背中にしがみついてる子供みたいに見えるんですよね。はい、こんな感じですね。はい、というわけで今回はトボット V シリーズのソニックステルスの紹介でした。いろいろ惜しいところがある商品でしたね。単体のクオリティに関してはもう全く文句なしですね。ただやっぱりね背中にくっつくとなると、小ささがねちょっともったいないなーという気はしますね。そしてねトボット V シリーズは、今シーズンはねこのソニックステルスが最終商品ということです。ただねこの後もトボット V シリーズはねまだどんどん続いていくみたいなんでね今後ねどんな商品が出てくるのかねまた楽しみです。はい、今回はこんなところですね。これ以外にもおもちゃの動画いろいろ上げておりますのでよかったらそちらの方もご覧ください。では次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。